さて、今日は多くの企業が入社式を開きました。新入社員は社会人として気持ちを新たにしていました。今月で創業から70周年を迎えるコメリグループには301人の新入社員が入社しました。ホームセンターなど全国に展開しているため、入社式は北海道から九州まで8つの会場をオンラインで結んで行われました。笹毛雄一郎社長は、大きく成長し大きく羽ばたいていただきたいと挨拶しました。とても緊張したんですけども、このユニフォームを着てやっと社会人として自覚が少しずつ持てたかなというふうに思います。一方、三条市に本社を置く暖房機器メーカーのコロナでは、グループ全体で53人の新入社員が社会人としての一歩を踏み出しました。その感謝の気持ちを忘れずに、社員の一員として努力していこうと思います。特に同期の仲を深めて支え合って仕事をしていきたいと感じました。本日は小林和義会長は、周りと協力することでより大きな成果を生み出すことができると激励していました。